はいみなさんこんにちは。みーちゃんのつぶやきです。今日はコストコのデリカの新商品、リンチーキットの紹介をしたいと思います。値段は量り売りの商品になりまして、100g あたりは168円で、僕の買ってきたのは1942円でした。これなんですけど、ちょっと前のメールマガジンでも、こんな感じで紹介してまして、 特製のタレで味わう本格的油淋鶏をどうぞ。ご自宅のフライパン一つで作れます。なんて書いてありまして、新しいデリカのキット出たんだと思って、このキットっていうのが材料とか下味とかを全部用意してあって、それを自宅で調理して仕上げるっていう感じのデリカになるんですけど、またそういうの出たんだと思って、これは買わねばと思って買ってきました。 それで、このキットなんですけど、以前にも、こんな感じの豚肉とハーブの塩釜焼きキットだとか、イカスミリゾットキットだとか、このキットって付くのは、家で調理して仕上げるって感じの料理で、そんな料理を手軽に家で作れるっていうキットで、今回も、この中華屋さんではよく見る油淋鶏っていう、カリッと揚げた鶏肉に、 甘酢がかかってるやつですよね。あれが自宅で作れるキットなんだと思って、それで買ってきました。じゃあ早速見ていきましょう。蓋を開けると、こんな感じで、味付けしてある鶏のもも肉ですね。それと、こんな感じで、刻んだネギとこれ、タレみたいのが見えますね。刻んだネギとタレを出すとこんな感じで、ネギもどっさりあって、タレは2つついてる感じになります。 それで調理方法なんですけど、ラベルには、こんな感じで、ベッドのソースとネギを混ぜ合わせておきます。フライパンに油を入れて熱し、鶏肉を中心部まで十分に加熱調理したら、ソースをかけてお召し上がりくださいって書いてありまして、まず、こんな感じで器にネギを入れまして、そこにタレを入れまして、よくかき混ぜますと、こんな感じで、 よく見る油淋鶏のタレっていうんですかね。あれが出来上がりますね。それで、これを用意しておきまして、鶏肉の方は、まずフライパンを用意しまして、フライパンに火をつけまして、こんな感じで油を入れまして、こんな感じで1枚焼いてみました。それで、今回僕の買ってきたのは、こんな感じの鶏のもも肉が4枚入ってました。そのうち1枚をこんな感じで焼きまして、 皆さんこれ、もうこんな感じですごい油跳ねますんで、気になる方は蓋とかした方がいいと思います。それで焼きますと、こんな感じで、繰り返しますと、皮目がパリッときれいに焼けました。で、すごい皆さんうまく焼けてるでしょ。だけど皆さんこれ実は2回目なんですね。1回目どうなったかって言いますと、こんな感じで、これが1回目なんですけど、 火が強くてちょっと焦げ気味になっちゃったんですけど、これはこれで食べた時美味しかったんですけど、もう見た目が悪いんで、2回目のやつを採用しました。それで見てもらうと、すんごい油が跳ねるんで、その辺気をつけて調理してください。それでじっくり焼きまして、こんな感じで食べやすいように肉を切りまして、お皿に盛り付けまして、ここで先ほどの タレの登場なんですけど、このタレをこんな感じでかけまして、これで完成になります。いやー、美味しそうですよね。それで、味の方なんですけど、まず、この鶏肉なんですけど、最初にも言いましたけど、下味が付いてまして、生姜と多分お酒で下味をつけてあるような感じで、ちょっと軽く片栗粉とかも振ってあって、それでちょっと焦げやすいんだと思うんですけど、 この鶏肉を弱火でじっくり焼くとすごい香ばしくてとってもジューシーな感じに焼けますんで弱火でじっくり焼いても全然パサパサにならないジューシーなお肉でした一つ思ったのは僕今回フライパンで焼いたんですけどこれオーブンとかでゆっくり焼いた方が油も跳ねませんし香ばしくカリッと揚がるんじゃないかなっていう感じはしました フライパンで焼くときはこんな感じでゆっくりじっくり蓋して中によく火を通すような感じで焼くといいと思います。それでソースなんですけどソースはネギと生姜が強めの味で甘酢の香りがもう食欲をそそる感じでこの脂っこい鶏にこの甘酢をかけますとこんな感じですごいさっぱりして食欲をそそる 油淋鶏の出来上がりって感じに仕上がりますんで、ネギと生姜の効いた美味しい甘酢のソースでした。それで全体的な味の印象なんですけど、一般的な油淋鶏っていうのは揚げた鳥にこういう甘酢のソースがかかってる感じなんですけど、今回のこのコストコの油淋鶏は、照り焼きチキンに甘酢ソースをかけたって感じの仕上がりで、 あんまり皮はカリッとしないんですけど、もしカリッと仕上げようと思ったら、もう一回片栗粉とかを振って、それはちょっと油多めで揚げ焼きみたいな感じにすると、より中華屋さんの油淋地に近づくような感じの仕上がりになると思います。ですが、これでも十分美味しかったですし、これはこれでいいなっていう感じがしました。それと、もう一つ思ったのは、 材料を揃えれば、これは自分で作れるなと思ったんですけど、考えてみたら、それは料理やる人間の意見で、こういう料理を作ったことない人には、先ほどこのようにメールマガジンにも書いてあったように、ご自宅のフライパン一つで作れますなんて書いてあって、全部揃ってて、焼いてタレをかければ出来上がりっていう、手軽に本格的な、 中華の油林鶏が楽しめるっていうキットでこういう油林鶏だとか作ったことない人でも本当にフライパン1個でじっくり弱火で鶏肉を焼けばこんな感じでもう本格的な油林鶏ができるんでそういう面でもすごい良いデリカのキットだと思いましたそれでごちそうさまということですね今日はコストコのデリカの新商品油林鶏キットの紹介をしました フライパン一つで本格的な油淋鶏が作れるなんかちょっと料理上手くなったなっていう感じがするようなそういうデリカのキットでしたんでこういう料理作ったことないだとかそういう方でも手軽にもうほんと美味しい油淋鶏ができますんで皆さんもよかったら一度お試しくださいチャンネル登録いいねとよろしくお願いします今日はこれで失礼します ありがとうございました。